フィットイヤーパルテールをご紹介いたします。こちらが須山穂長貴さんの新作パルテールです。今回のこのパルテールの特徴といいますか、須山さんがドライバーの数を公表していないというのが特徴です。なのでドライバーの数にとらわれずに純粋に音を楽しんでほしいという意味合いを込めて、そういった打ち出し方をしているそうです。見た感じだと横にあるのが334ですね。フィットイヤー334、トゥルゴー334と比べるとちょっと小柄ですね。おそらく皆さんこう光に透かしてみたくなるようなイヤホンなんじゃないかなと思います。音ですが非常に広がりのある音ですね。須山さんの、こういったユニバーサルタイプのイヤホンは比較的音場が広めです。でその影響が大きいのはおそらくこの形状ですね。特に後ろ側の方にも大きく、ドライバーの後ろ側にも空間を取っていますし、先端の金属のチューブがあることで音に締まりと響きを与えている感じがありますね。お値段の方は約8万円超えということで、非常にお高いイヤホンではあるんですけど、かなり響きが気持ちよくて、聴いている方かなり評判が良いですね。こちらのイヤホン、試聴機、本日秋葉原店に来ましたので、秋葉原店の方でぜひご視聴してみてください。ではこちらフィットイヤーパルテールご紹介いたしました。